今日は2020年5月6日、本来ならば、国際フォーラムでおじゃまじょどれみ大感謝祭が行われる予定でしたが、中止になりまして、ちょっと寂しいですが、秋に延期になりました、映画魔女見習いを探してが公開されるのを楽しみに皆さん待ちましょう。桃田かな子ちゃんが広島弁の役をやっているので、チェキラよチェキラすごい楽しみなんですが、私自身も、お好み焼きもポッポ屋さんという尾道のお店が出てくるみたいなので、そこも行ってみたいなって思ってます。砂肝が入ったお好みは、広島に行った時にお土産で買ってきて食べたんですが、美味しかったです、新しい食感。そんなわけで今日は紫のポンプチャにちなんでね、紫の T シャツを着ているんですが、これはもう見えてたか、ビキッと、オズの魔法使いの、悪い魔女のサイドストーリーなんですが、面白かったです。また見たい。皆さん頑張りましょう。